はようございます。山川節部です。今日はですね、緊急の募集を、かけたいと思います。で、何を募集するんだいっていう話なんですけれども、よくコメントでその仕事やってみたいとか言う人いてるんですけれども、就職ってなんかね、どっかの会社に入って仕事を覚えるとか、まあそういうのがこう当たり前の世の中やったのを、それって当たり前なんかなーってちょっと最近思うわけですよ。例えば今何の仕事をしてるかわからんけれども、あんな仕事って向いてないかな、こんな仕事って向いてないかなっていうのをお試しできたらええと思いません？お試しでどうするかっていうと、例えば土曜日曜日とか、平日休みの人とか、自分が休みの日に何かを習うっていうのって概念ですやんか。それええやんと思うて、山川設備では、やってみたいけれども、山川の仕事やってみたいけれども、できるかどうかわからへんっていう人のために、体験？インターン？インターンって何やったっけ？要美容室で聞こな、そういったもんしてもいいよっていう受け皿を作りました。で、俺の横が一人座れるんで、例えば、俺が土曜日仕事する日で、僕土曜日休みですね、その一日だけちょっと横乗ってみたいっていう方がいれば、乗ってもろて結構です。で、勉強してもろて結構です。何も山川設備に就職せんでもええです。まあ一緒に仕事してみたいなこのおっさんとって思ったら、一緒に仕事したらええやろうし、こんなんもええです。山川設備の山川っての仕事を盗みたい、それをどないたいんかな、安月給で雇われて、覚えるんではなく、自分が今の仕事をしながら休みの日に、今日、まあ例えば休みじゃなくてもね、いろんなタイプの建設、建築、設備、電気、ガス、何でもええんですけれども、を覚えたいなーって、まあ山川のところの仕事も覚えれたら、俺にとって有利やなーっていうような方、ぜひともご連絡ください。横乗ってもろて結構です。その朝、俺が来るまでに、事務所の前でね、待ち伏せしといてもろて、で、俺来たら、横に乗っていくと。まあ、それが、現場が俺に仕事があればですけれども、俺が回れへんかったらずっと待機して、ここの事務所でずっと喋ってるか、なんかすると思うんですけれども、現場が入ったら、まあ、新人よろしくちょこ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 ついてきて、何やってんねんな、これやってんねんな、あ、こんなんやんねんな、あんなんねんな、っていうのを勉強する手元、募集です。ただ、給料払いません。その代わり講習費ももらいません。暇な、まあ、
暇な日に横乗って勉強したい人はしたらええということです。で、逆にですよ、そういうチャンスをくださる他業種の方、もご連絡ください。例えば、俺こうこうこういう仕事やってんねんけど、山川興味ある？いて見に来る？っていう人おったら、現場見させてもらえるって、ありがたい話なんで、見させてもろて勉強させてください。俺の知らん仕事っていっぱいあると思うんで、勉強させてください。電気屋さんでもええし、ガス屋さんでもええし、クロス屋さんでもええし、ハウスクリーニングでも何でもええんですけれども、それをやりたいとかじゃないんです。なんか自分の仕事に活かせるかもわからへん、全く関係ない職人さんから学ぶこと、メンタルとかもそうですけれども、学ぶことが多いと思うんで、そういうチャンスをいただければ、紛れ込ましてください。あのね、一番今興味あるのは巨大グリストラップのバキューム清掃とか、受水槽、貯水槽、貯水タンク、なんかあんなんの、清掃業務とか、普通これ見られへんでっていうような現場を、いや、もちろんこんなマスクと帽子、山川ってわからんようにして私行きますんで、山川設備って書いてない、これね、山川設備って書いてない作業着もある、あったな、多分。なかったらまあ、その安いの買うてきたらええんで。あ、ほんで、うちに来る人も、自分で作業着買うてきてきてください。長靴と、手袋と、まあ、手袋も自分で用意しなさい。あ、まあ、これで、どれだけの人が、あれするんかわからんけど、なんかこう、職変えて修行するって、めっちゃリスクはありますやん。合うか合わへんかわからへんしね。師匠が合うか合わへんかわからへんし、その仕事に興味、ほんまに持てるかどうか、わからへん。ですやん。だから、体験どうぞ。法律的にどうなんか知らんけれども、横乗せてくださいっていうのには対応しますよ、程度の話です。現場見たいんですけれども、一緒に行ってよろしいか、いいよ、っていう程度のことなんで、法律的にどうなのかな。それで給料払わなきゃいけないっていうんやったら別にいらないです。そんな人はいらないです。その、お金、俺も見に行くのにお金くれとかいう話はしてません。見せてほしいだけです。それを、俺は、うちで働く子だけじゃなく、こういう業界全体で、まあ、技術が上がればいいと思ってるんで、俺が知ってることは教えてもいいし、俺が知らんことは教えてほしいし、っていう程度です。はい。この提案が、いい話になるかどうかわかりません。反応があるかどうかわかりません。地方から、ね、なんか旅行で来んねんと、俺一日だけ山川の、一日だけ空いてるから山川さんのところ横乗りたいっていうの人、大歓迎ですよね。うん。あと、なんかこう、普段スケジュール通りにしか動いてへんような人で、平日休みとか、まあ、土日休みでもいいんですけれども、俺が動く日で、横乗りたい人、うん、いつ仕事入ってくるかもわからないし、その仕事行って、YouTube の動画で、ね、20分ぐらいまでの動画でしょ、大体。それで仕事って片付いてるって思ったら大間違いで、
6時間7時間かかってることとか朝方までかかってることってしょっちゅうあるんですけれども、まあ動画的にも長いのと動画撮ってる場合じゃないっていうので、そういう現場って皆さん知らないでしょうけど、まあ途中で勝手に帰ってくれるんやったらそれでも、あのそんなんも途中で帰ってもらっても結構なんやけど、現場行ってそれがどのぐらいで終わりますか知らん、抜けるまでみたいな話です。はい、伝わったかな、伝わったかな、休みの日に人の仕事を見たいという人はうちは見せますよっていう話です。伝わったかな。で、俺の仕事を見てええでっていうお師匠さんいてはったら、私一日弟子行かしてもらいます。スケジュール合わせてね、この日は仕事あるよっていうのなんか前もって分かってるような仕事で、手元一人おったら楽やわっていうようなね現場あったら、私そこ一日潰してそっちに行ったりとかもできるんで、勉強させてください。で、また勉強したい人、俺が勉強になるかどうかわからんけれども、俺でもええっていう方いたらご連絡ください。はい、そんな感じで、私これ作業着ね、ついに新しいの買いました。で、今、刺繍出しに行ってきました。いや、刺繍言ってもこの山川設備って書いてるだけね、こっちじゃないよ。こっちね、真面目な方ね。で、それが明日にはできるって言って、ねえ、トライチの買いましたよ。何や、作業着会のアルマーニなんですって、ベストしか持ってなかったんけどね、ついに上下買いました。冬まで着いひんか、一回着るか、ちょっとわからないですけども。ほんで、そう。何ハイカットの安全靴、高圧するときに長靴代わりにええかな思って、なんかちょっとねかっこよくないですか、トライチって書いたんでね、めっちゃかっこええやんと思って、その作業着のズボンの裾を切ってもろてる間にくるくる回ってたら欲しくなってね、あれもうこう1時間くるくる回っとったらもっと金使おうとったね、あかんかん、カタログ最後もろったけど、まあそんな話はええとして、勉強しに来たい人いてたら、来てみてください、連絡ください。はい、そんな感じで、あと仕事も絶賛お待ちした、今日なんもないね、とついなんかえぐかったけどな、まあこういうので申し合わせたように、忙しい日は忙しいし、暇な日は暇、あー釣り行きたい、はい、そんな感じで一日体験したい方ご連絡ください。バイバイキン、オッケーオッケー、グーグルー。